るくるくる、ただいまひろです。まひろニャー帝国を見てくれている皆さんにお願いがあります。どうか抜いていただけないでしょうか。抜いてほしいんです。抜いていただけませんか。私でというか私のことを抜いてほしいんです。お願いします。2024年は抜かれまくる年にしたいです。どうかマヒロニア帝国を切り抜いてください。ということで、今回はですね、皆さんにお願いがあります。マヒロニア帝国の YouTube を切り抜いてくれる方を募集します。いや、私もう3年ぐらい YouTube チャンネルやってるんですけど、そういえば私の切り抜きないなと思って、切り抜きについて触れたことがないなと思ったんですね。で、最近ってショート動画の時代というか、もう TikTok とか YouTube ショートとかインスタのリールとか、もうショート動画がすごい流行ってると思うんですよ。で、私もちょっと切り抜きされたいなと思って、切り抜きについてまだ詳しくよくわからないんですけど、試しに募集してみたいなということで今日動画を撮ってます。お金とか分配とか許可とか、もうそういうのは最初は一切なしで、とにかく切り抜いてくれる人を募集します。で、チャンネルが増えてきて、もし目立つようになってくる方がいたら、怖いこととかあるかもしれないので、こちらからご連絡させていただく場合があるかもしれないんですけど、まあ、それまではもう自由に切り抜いていただいて、まあ、TikTok にあげるのも自由、インスタにあげるのも自由でお願いしたいです。で、ちょっと注意なんですけど、なんか普段はすごい電車の動画とか料理の動画を撮ってるのに、急にマヒロニア帝国の切り抜きを上げて、なんかアダルトコンテンツだと認識されてバンされてしまったりとか、制されてしまったりとかあるかもしれないので、そちらはちょっと責任を負えませんのでご注意ください。なのでね、もし切り抜きやってくれるよって方がいたら、その切り抜き専用のアカウントとか作ってやっていただけるといいかもしれないです。とにかく2024年は抜かれまくる1年にしたくて、もう本当に抜いていただきたいです。切り抜いていただきたいです。最近将来の夢みたいなのは切り抜かれまくることになってるぐらい切り抜かれたいので、ぜひ皆さん本当によろしくお願いします。公認とか将来的にはつけれるようになったらいいなって思ってます。マヒロニア帝国公認切り抜きチャンネルみたいな、そういうのすごく憧れてるので、ぜひマヒロニア帝国を広めるために帝国民の方々協力よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ切り抜き師さんたくさん募集してますので、よろしくお願いします。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。